竜卓は元竜球放送アナウンサー。北海道足別市西足別町出身。北海道での生活は小学校まで足別市、高校卒業までは札幌市で過ごした。現在でも北海道には毎年帰省している。北海道札幌海正高等学校を経て大東文化大学文学部在籍中、東京アナウンスアカデミーにも席を置き機会を伺う。 卒業後1975年入社。翌年飛び出せ。全国 DJ 諸君でグランプリを受賞。その実力を買われて、日本放送から、うちへ来ないかと誘われたことがあったというが、結局はそのまま止まった。RBG の名物アナウンサーとして活躍する。一方、後に、ラジオ局次長として、アナウンサーやラジオ局のまとめ役もこなす。 ブレインマネージャー的存在であったが、2011年4月、生まれが1日早い小山康明と共に、定年退職した。小山は食卓となったが、柳は喋りに、こだわりフリーランスとなって引き続き RBC アイラジオに出演している。写真の機材に関しては、趣味の域を超えたようなものも有していたことがあった。道の駅流氷街道をしりを出発する。 白い北海道ツアー1983年から柳の故郷である北海道の雪と寒さを楽しんでほしいという発案で RBC と沖縄ツーリストの共同企画による白い北海道ツアーを毎年行っており柳も企画開始当初から同行者の一人として毎年携わっている2012年2月15日に釧ロシアん町にあるアカンコ温泉のアカンコ氷上からの ラジオ生放送では30回すべてのツアーに、同行した柳に、釧路市から感謝状が送られた。2012年3月6日付の北海道新聞、総合面の、人2012沖縄初冬の北海道ツアー、同行を30回より、ラジオパラダイス1988年10月号、中杯47局全国暗夜記録長、琉球放送の巻に、その記述ありちなみに、 同僚だった、畑貴文は、翌1977年に、同じ DJ 諸君で、同じくグランプリを受賞した後に、日本放送に移籍している。そのため、番組出演については RBC のみの体制を、続けているものの、CM 等では、県内他局へも出演している。これについては、全国と台湾を遍歴中の一時期 RBC に、 在籍した後輩のハットリ京子が退職パーティーに出席した際のこと、その後のある日のことをブログに書いている。別冊ラジオパラダイス、DJ メーカーによる2012年2月16日付の北海道新聞第4社会面により、ありがとうございます。